皆さんこんばんは。こんばんは。今週も粕谷秀樹さんと一緒にお届けをしていきます。粕谷さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。髪がだいぶ短くなりました。ちょっとね、切りすぎちゃいましたね。そうですか、すっきりな感じで。そう、じゃあもうちょっと馴染むまで、はい、もうちょっと馴染みたいな、切りすぎたな少し。いや、そんなことないと思いますよ。はい、うん、じゃあなんか若々しい感じです。そう、じゃあなるべくこのぐらいのキープしましょうか、はい、もう体が若々しくないからね。もう硬い、でもなかなかなんですか、回復するのに時間かかりますね。そうね、そう、それはいい。あのミッドウィーク回線が増えてきたじゃないですか、うん、ちょっと答えません、うん、確かにね、うん、そうですね。でも俺この前久々に1万歩歩いたわ。おお、1万歩ですか、うんうん、結構ですね。そう、結構歩いた。でその帰りにやっぱりあのランチで焼肉食べて、はい、ビールまで飲んじゃうから元も子もないっていうね消費したカロリーを全部そのままもう一回入れてっていう、ね、うん、そういう人生を繰り返しております、はい、楽しいのが一番ですかね。楽しいのは心の健康が ね、体の健康にもつながっていきますから、うんうん、はい、あ、それで粕谷さんの心の健康と言いますと、はい、赤いチームの話になりますが、はい、ラングニック決まりまして、はいはいはい、暫定で今シーズンまで、あと2年間でコンサルタントのアドバイザー的な感じになるんですかね、はい、うん、だからそこで、あのポール・マーソンがなんだっけ、プレミアリーグでやったことないとか大きなタイトルを取ったことがないとか、あの監督もの経験もない人が何か言ってますけども、はい、まあ、そういうのは これでスルーで、うん、まあ、あのいろいろと、うーん、なんだろう、新しいものをもたらしてくれそうなっていう期待はありますよね、はい、うん、それでキャリックになって始めてることっていうのがちょっとラングニックがやりたそうなことだから、うん、ちょっとあの実はもうすでにみたいな話も、うん、例えばクリスティアーノ・ロナウドを外した中盤3枚、うん、使ってきたという、うんうん、あと相手のバックパスした時に相手の体勢が悪かった時にプレスの強度が強まるとか、うん、この辺はあのスールシャルの時はなかったものなので、はい、まあ、おそらくラングニックの意思がすで、うん、に働いているのかなっていう感じはありますよね、うん、でもうちょっと時間見てね、何試合か、はい、うん、そうですね、スールシャルじゃないや、ラングニック見てからこのプログラムでも野村君といろいろお話しすると思いますね、まあ、それは新年のいつになるか、はい、はい、ないかもしれません。いやそんなことはやりましょう。うん、はい、じゃあそのうち。そうですね、はい、あの。ちなみに皆さん配信の段階ではもうすでにアルツセナル戦終わっていると思いますが、うん、我々はその前に収録しています。そうですね、直前に、はい、はい、うん、ワークパーミットの関係でまだ式、ね、は取れないですね。はい、まあね、あのなかなかその辺が、うん、もどかしいというところはありますけれども、うん、逆に、まあ、ひょっとしたら前節のチェルシー戦もあの案外ね、ロンドン、スタンフォードいたかもしれないし、うんうん、それでもうあのオールドトラフォードに来てるってことは、はい、我々が喋ってる段階でも写真も出てるので、うん、はい、ですから、うん、着々と、うん、彼の準備は進んでいると、うん、判断して良さそうです、はい、そうですね、うん、あのラグニックやはりドイツで、はい、いろんな結果を出してきましたし、うん、まあ、先駆者的な、うん、今のフットボールの、はいはい、方ですけれども、まあ、かつてシャルケで指揮を取っていまして、はい、内田篤人さんの指揮官だったわけなんですけれども、うん、今ちょうど配信中のダゾーンのフットボールタイムで、うん、ラグニックについて内田さんが触れていたんですが、かなりやっぱりはっきりされた方で、まあ、ね、裏表はないそうなんですけど、うん、ただ、スパンと、うん、ベテランなどを切るということも、うんうん、多々あるということでしたので、まあ、その辺はあれじゃないですか、うん、どういうふうにやっていくか、うん、あのやっぱりベテラン勢はあのプライドもありますから、やっぱその辺はうまくやらないと、はい、うん、火種になりかねないですからね、うん、はい、うん、そうですね、うん、でも詳細はあのダゾンの方でご覧いただけたらというふうに思っております、はい、まあ、そしてあのミッドウィークですけれども、我々収録時点にはすでに何試合か、まあ、終わって、まあ、ほとんど終わってまして、リバプールはやっぱり強いですね、マージーサイドダービー強いですね、あのやっぱサラーの得点力が落ちないっていうか、うん、さらに加速していくんじゃないかっていう感じの強さがありますね、はい、はい、あれでね、バロンドール7位っていうので、ちょっとクロップ感がおかしいんじゃないかっていう。7位は怒りますよ、うん。それで、メッシのやってることはもうリスペクトに値しますし、クレームつけるつもりはないですけど、またメッシかってのがあるので。クロップはね、今回レバンドスキー取れなかった、うん、いつ取れるんだっていう話を ね、されてましたね。はい、だから、もう今からでも遅くないので、1回取ったらもうなし。あ、1回ですか、うん、何回か殿堂入りではなくて、もう1回の。1回取ったらなし。あ、じゃあ FA カップの決勝の出身みたいな感じですか。そうしたら、複数になっちゃうし、はい、クリスチャーノナウ取りました、あのメッシ取りましたは、まあ、1回モドリッチあったけど、多分投票する側がそんなに見てないっていうのは前々から言われたことなので、はい、だからこの辺はもうあのその昔ね、すごく権威のある賞でしたけど、今やもうその権威も薄れてるので、はい、FIFA の世界最終選手にしても、うん、もうあんまり、うん、気にしなくていいかもしれないですね。
リーグ内の最優秀とかの方がやっぱり案外権威あるんじゃない？あ、うん、でも選手はやっぱり取りたいんじゃないですか？そうかな。やっぱりバロンドールってやっぱ響きがね、響きがっていうのもあるんですけど。でももう1回だよ。そうしないと。あ、そうですね。だから2人で12回ですからね。うん、メッシとロナウドで。ちょっとおかしいよ。うん、そうですね。うん、まあそんな、まあサラーが、もう2得点取って、うん、まあリバプールが勝ちましたけれども、うん、ちょっとベニテス監督は大丈夫ですかねっていう。そうですね。さっきちょっと話したけどね、もともとそんなにあのサポーターにエバトニアには受け入れられてないし、ちょっとスモールクラブって言ってしまった過去がありましたからね。だからあれやっぱ引っかかってる人はたくさんいるわけだから、うん、そういう引っかかってる人たちにとってこの7試合が1分け6敗かなんかなんでしょ、はい、うん、その監督を、うん、に我慢せいっていうのはちょっとエバトニアには酷な注文だと思うので、うん、ひょっとしてこれね、我々が配信される頃、はい、かもしれないですね。あ、そうですね、うん、なかなかね、厳しい状況ですね。厳しい状況ですね。はい、うん、そして上位の方でいきますと、チェルシーとマンチェスターシティは、まあ、ちょっと、まあ苦しみながらというところでありますけども、はい、うん、勝ち点3ゲットという形でしたかね。そうですね、うん、まあでも苦しんでもやっぱりなんとか勝ち点3持っていくからやっぱ強いなって感じするのと、はいはい、14節終わりましたけど、はい、まだ未だにニューカッスルが1勝もしてないと、うん、13節終わった段階で1勝もしてないチームって軒並み下に落ちてるみたいです ね、データとしてね、まあ、ミッドウィークのゲームでも退場者出してしまってね、うん、まあ結局先制して追いつかれたという形にはなりましたけれどもね、うん、早く初勝利がエディハウのもとというところですかね。そうですね、まあ、下の方がそんなに、ね、伸びてないからまだまだ可能性はありますけど、いずれにしろ苦しい戦いは続いてますね。あの上位の対決でウェストハム・ブライトンってあったじゃないですか。これ僕分かんなかったんですけど、ウェストハムのアントニオのあのオフサイドはあれ触ってないように僕は見えたんですけど、皆さんどう見えました？僕は触ってないからオフサイドじゃないんじゃないかなと思ったんですけど、やっぱ触ったっていう判断なんでしょうね。そうなんでしょうね。まあ、難しいですよね。まあね、ちょっといろいろすごい止めながらだと思いましたけど、またいろんななんかそんな意見もぜひ書き込んでいただけたらと思いますが、まあ今ね、いろいろな順位がありますが、この順位に梶田さん大きく関わってくるかもしれないということについて今日はお話をしていきたいというふうに思っております。アフリカ選手権による選手離脱と年始の過密スケジュールと題してお届けをします。はい、アフリカ選手権、アフリカネーションズカップ、カップオブネーションというふうにも、はい、まあ、英語で言いますと言いますけれども、うん、そうね、まあ、ACON ですからね、略称はね、うん、まあ、この12月1月は過密日程というところなんですが、まあ、12月、例えばヨーロッパのカップ戦を戦っている、はい、あるいはリーグカップ勝ち残っているクラブは、うんうんうん、プレミアのチームは8試合あるんですね、もう12月ですでに、はいはい、で毎年のことですけどここで疲労がたまって、で1月、まあ、試合やってから FA カップでちょっとなんていうんですかね、まあ、ターンオーバーして、ね、若干そこで、うん、はいはいはい、休んでっていうわけではないですけど、うん、気持ちを整えてみたいなところが、うん、そこがちょっと今シーズンはそうはいかないぞと。ちょっとね、アフリカ選手権による選手が何人お留守にするかっていうところの差が大きすぎるので、うん、ここがやっと今シーズンは勝負の分かれ目になるかもしれないですよ。そうですね、うん、で改めてまず1月のちょっと日程というのを確認しておきたいと思いますが、はいはい、うん、まあ、12月多いチームは8試合やってということで、いきなりまた、お正月から、ね、毎年恒例ですけれども、はい、うん、ゲームがあって、でカラバオカップ、リーグカップの準々決勝がここに入ってきて、さら、うん、に、その後 FA カップですね、はい、まあ、FA カップは多少前後するかもしれないですけどね、うん、はい、うん、まあ、そして、まあ、その後またプレミアリーグが、続いて、またインターナショナルマッチウィークがここに入っ てヨーロッパはやんないんじゃないかなっていうようなところではありますけども、この後、日本はね代表戦などもあって、はいはい、うん、なので南米はおそらく予選やるんで、そういうところに、はい、うん、行く選手もいるっていうかなり過密な日程になってますが、ここに粕谷さん、はい、アフリカ、ね、ネーションズカップが入ってくるわけですね。はいはい、うん、まあね、こう出てきましたけど、うん、こんなスケジュールをこなすわけですよ。そうですね、まあ、一応またね、コロナの変異株も感染拡大がちょっとね、はい、危険視されて不安視されてる中で、うん、やっぱりやるわけですから、はい、うん、そういう意味ではいろんなリスクを伴っての開催ですよね、うん、アフリカネーションズカップ、アフリカ選手権も、ね、はい、アフリカネーションズカップ2021となっていますけど、うん、もう2回延期してまして、はい、ね、はいはい、本来は2021年の大会なんですけれども、うん、まあ、ここに入ってきているというところですね、うん、まあ、夏に、ね、行ったり、はい、冬に戻ったりとか、うん、まあ、いろいろしている大会ですけれども、はいはい、うん、これはこの時
時期に特にヨーロッパの各クラブはできればこうねユーロとかと合わせてもらいたいというような感じではあるんですよ、ね、そうでしょうね。だからその辺が足並みが揃わないのがそうアフリカ、大会だけなんですよね、割と他は足並みを揃えてうまくカレンダーを調整してるんですけど、どうもアフリカだけがうまくいかないですね。まあ、アフリカは協会と選手側がしょっちゅう対立しますからね、ボーナスの配当で ね, そうですね、なかなかねそのあたり難しいところはありますけれども、うんはい、で改めて、このアフリカネーションズカップ2021-22年の1月からスタートする大会ですが、出場国や簡単なレギュレーションについてちょっと確認をしていきたいというふうに思います。このような形で4チームずつグループに分かれていますけれども、グループ上位2チームは決勝トーナメント1回戦に進出、そして各組3位のうち上位4チームが決勝トーナメントに進出ということで、まあ、ベスト16から決勝トーナメントということになるわけですね。いつも思うことなんですけども、はい、時折ね知らない国が出てくるっていうのがネーションズカップの魅力でもあって、大変不勉強なんですけど、私コモロって知らなくて、はい、私も存じ上げなかったですね。そのままそのそれで読み上げていいのかっていう不安もあって、いろいろ調べてみたらやっぱコモロはコモロで良さそうなんですけど、国の数がそもそも多いですからね。そうですね、はい、ですからね、さっきちょっと新型コロナの変化の話しましたけども、それぞれの国によって多分その医療体制も違うでしょうから、その辺でね、あの医療体制が、伴ってない国の選手たちはどういうような、はい、管理のもとにこの大会に参加するのかなっていうのはちょっとね、はい、疑問視不安視しなくてはいけないところなんですけどね。そうですね、はい、しっかりね、でもどうなんですかね、開催はね今、まあ、する方向で、まあ、するんでしょうね。日本でね開催されるスケートのね大会とかも中止って発表されましたけどね、はい、このあたりでまた逆にここで感染が爆発しなければいいですけどね。そうですね、はい、まあ、その辺あれですよね、日本はかなりその水際対策っていうのがしっかりしているんですけど、ちょっとヨーロッパ南米、まあ、アフリカもそうですけど、日本だけがしっかりしてるって言った方がいいのかな、他前世がちょっと緩い感じがするので、はい、そうですね、はい、まあ、アフリカのまた勢力図というのも勝谷さん変わってきてると思いますけれども、はい、ワールドカップに関してはまだ最終予選が今回のかな、はい、そうですね、はい、最終予選の前でもコートジボワールは敗退でしたね。そうでしたね、はい、意外でしたけど ね、この辺りもまたねいろいろ変わってきているのかなというところであります。まあ、ちなみに1月9日から2月6日まで、これね日本時間に表記してますので、はい、決勝戦、2月7日月曜日朝3時というふうに出てますけれども、まあ、現地時間で2月の6日までというそういうスケジュールになっています。まあ、これがどう勝谷さん、はい、影響してくるかということになってきますね。するかですよね。だからもうちょっと、何チームかのファンの皆さんは嫌だなと思い始めてるんじゃないですか。はい、はい、そうですね、この大会が1月9日開幕ですけれども、それより前からもうすでに招集はかけて、そうですね、ということになりますよね。プレミアリーグに出られるのはボクシングデーまでだと思うんですよね。2週間前には合流してなきゃいけないので、大会開始が1月20何時でしたっけ、開幕が1月9日です、9日ですから、はい、12月の末にはもう、代表チーム合流が義務付けられているはずなので、FIFAのルールではそうですね、はいはい、今まで過去のパターンだと結構1月最初のゲームまで頑張って引っ張って、でちょっと遅れて合流を、その各チームと国が絶対無理っていう国もあるんですけど、大体うまくいってギリギリ1月の最初のプレミアで FA カップはもう出ないで行くみたいなのが、まあ、通例かなとは思いますけどね。でもそれがね今度は FIFA のルールによってそれができなくなりそうですので、はい、まあさっきも言いましたがボクシングデーが年内最後のアフリカ勢の試合になるそうですね、プレミアリーグでは、はい、そして、ではですねどれだけ影響があるかというところを確認していきますが、はい、ちなみにもうアフリカのプレイヤーがいない国もあるわけですね、はい、意外にもありましたね、はいはい、リーズ、ニューカッスル、ノビッチ、トッテナム、はい、この4チームは、ないと、そうですね、いうことになります、はい、いないということになりますので、まあ、影響はなしというふうに考えております、はい、この間にやっぱりこの4チームはね影響はないわけですから、はい、勝ち点稼ぎたいところだと思いますし、
コンテになってからいまいちまだね調子の波に乗ってないというか、はい、全然調子が上がっていかない、うん、トッテナムは、うん、この1月をどう乗り切るか、アーセナル戦、チェルシー戦あったりするんでね、はい、うん、少しポイントになるかもしれないですね、はい、そうですね、うん、そして、影響が少ない、はい、まあ、比較的少ないんじゃないかという、クラブですけれども、ご覧のようなクラブというふうになっております、アストンビラ、ブレントフォード、ブライトン、バンリー、チェルシー、エバートン、マンチェスターシティ、マンチェスターユナイテッド、サウサンプトン、ウエストハム、そしてオルバーハンプトンというクラブになります。シティは、ま、あのマフレスがいなくなる、うん、ただあのアフリカネーションと関係なくて、デブライネがコロナの陽性になったじゃないですか、はい、ですから陽性反応を示した選手っていうのは軒並み元にコンディションを取り戻すというのが非常にどの選手も苦労しています、はい、なおかつペップ・グアルディラ監督によるとデブライネっていうのはコンディション調整に時間がかかるタイプのようです。あ、はい、そうなんですね。従いまして一体彼がどのくらいのタイミングで戻ってくるかですよね、うんうん、あのフォーデンとかグリリッシュ、うん、我々が今しゃべってる間で欠場している選手も1月、うん、っていうか12月の中ぐらいに戻ってくると思うんですけど、はい、うん、ただやっぱりデブライネがなかなか調子が取り戻さないのであれば、うん、やはりギュンドアンとかレオナルド・シルバーに負担がかかって、はい、でそれが後々2月3月に響いて効かねないですからね、はい、うん、だからシティの場合はアフリカネーションズっていうよりデブライネでしょうね、うん、あ、うん、でさあこれは野村君に聞きたいんだけど、はい、チェルシーはショーでいいのかい、メンディーがいない。あ、まあ、メンディーがいないのは、うん、まあ、いないですけど、うん、でもこれもあのケパも、うん、まあ、あの結構ちゃんとやってくれてるので、うんうん、いや、あのイメージがみんな悪いだけだと思うんです、うん、確かに一時期の悪いイメージですけど、うん、ここを近年、うん、たまに、まあ、今シーズン確か1試合プレミア出てるし、うん、カップ戦出てたりするんですけど、うん、悪くないんですよ。あ、本当、はい、で僕はここは、まあ、そこまで心配は、まあ、確かにメンディーの神がかったセーブで、うん、っていうようなゲームもありました、うん、ただ、まあ、そこまで心配しなくてもいいのかな。チェルシーに関しては、うん、非常にまた良くなってきて、一時期はねちょっともう序列が相当落ちてたんじゃないかっていうところだったんですけど、うん、また上がってきましたが、ただ今選手層がチェルシーはすごい厚いので、ここは逆にうまく、そのあたりは使いこなす上でもいいのかなっていうふうに思います。メンディーいなくてリバプール戦とシティ戦大丈夫？いや、まあ、でもリバプール戦はいると思います、うん、僕は。あ、そうなの？はい、多分、まあ、セネガルと交渉して1月の多分2日かな、うん、まあ、日本時間でいうと3日になる、あ、2日が、うん、2日なんで、ここまでは多分引っ張ると思うんで、マンチェスターシティ戦はいないんで、もう無理だよね、そうですね、始まってるからね、はい、うん、まあ、ここは、まあ、そうですね、うん、ここかな、まあ、でもね、例えば出場停止とか怪我とか、うん、そういうことも考えていなくなることもあるので、それを考えるとそこまで、まあでもね、ちょっと日程的にきついなっていうところありますけど、意外とでも多分僕は結構活躍するんじゃないかなと思ってます。なるほど、はい、楽観的なんだ、はい、うん、僕はあまりだからこのアフリカネーションズカップに関しては影響が実はあまりないと思っている、うん、あ、チェルシーはね、はい、あ、なるほどね、はい、はははは、なるほど、そうか、ね、そういう意見もあるのか、なんだ、やっつけようと思ってきたのそう、皆さんのイメージが、もうね、ケパのイメージが、うん、みんなやっぱそうなるじゃないですか、うんうん、でもね、そう、いや、もともといいキーパーだし、あと何ですかね、心のコントロールっていうんですか ね、まあ、ね、そこを、はいはいはい、多分監督テヘルがすごくうまいと思うんですよ、うんうんうん、だからその自信がない状態でピッチに出るのではなくて、うん、出てないんだけども、なんかうまいこう心の持ちどころで出てくれるんじゃないかなって、うんうん、まあ、勝手なこのも、もうポジティブな考えですけど、うん、とは思ってますね。なるほどね、そうか、うん、じゃあそういうことなんだろうで大変なことになったら、まあ、分からない、これはね、蓋を開けてみないと分からないんで、うん、はい、あくまでね、うん、願望であったり推測なので、うん、ですけれども、どうですかね、他のクラブで言うと、まあ、メンバー的にビッグネームチームの結構核となってるのは、例えばベン・ラーマとかですか ね、 そうですね、ウエストハム、まあ、でもモイズやりくり最近うまいからな、うん、そうですね、うん、でひょっとするとこの辺でもしかしてリンガード取ったりとかないですか？リンガードはね、多分残ると思いますね。残りますか、はい、だからユナイテッドで言うと、はい、バイリーが、うん、ラグニックになるとひょっとすると重宝されかねないので、うん、スピードと高さ、はい、運動能力、うん、ね、でポジションをつかみかけたところでまたいなくなるっていうのが、うん、はい、ちょっとね、彼にとってはどうなんだって気もしますけどね、うん、そうですね、うん、この辺にはもう
バランは帰ってきますか。バランは12月の中旬の予定ですよ。中旬に行ってことは、まあ、大丈夫ですね。でもあのなんだっけ、スペインとかに詳しい人を聞くと、はい、1年に何週間かあのハムストリング痛めてあの欠場するのは計算に入れておかなきゃダメなんだって。バラン今までの傾向からっていうことですね、うんうんうん。プレミアリーグ初年度でフル稼働なんか絶対無理って、うんうん、はい、スペインに詳しい方みんなそうおっしゃってました、はい、うん、あとはこのどうですかね、まあ、ビスマとかあとは、まあ、ワイド、まあ、ワイドのプレイヤーどう使うかっていう今ジェラードのところありますけど、ね、トラオレトレゼゲーも、ね、さらにはナカンバ、うんうんうん、ところですかね。まあでもね、これはただ勝谷さん影響はそれほど大きくないクラブ、ね、なさそうですよね。この辺はね。はい。うん、で問題なのはここからです、ね。はいはい、うん、はい。ここから先大きいだろうと言われているクラブですけれども、アーセナル、クリスタルパレス、レスター、リバプール、ワトフォードです。どこから順位的に下の方から行った方がいいですか。しましょうか。そうしましょうかね。はいはい、今なのでこのクラブってワトフォードからかな。ワトフォード。まあね、とりあえず 6人以内、それで、うん、あのラニエル監督の中でのやっぱ優先順位とかいろいろあると思いますけど、やっぱこれだけいなくなるっていうのは、うんうん、まあ、アフリカ選手権があったとしても、うん、なかなか想定に入れるというのは難しいですし、そうですね、はい、まあ、その間、まあ、うん、スパーズはちょっとうーん今冴えない、はい、でウエスタンは強いですけど、まあ、ニューカッスル、ノリッジと、うん、なんとなく対戦相手には恵まれてる感じはしますけどね。そうですね、うん、この点に絡んでいくサール、はい、特にサールがいないのが一番大きいですかね。そう、でかいですよね、うん、あとはそれほど多分試合そんなに出てない。でもサールはでもこのアフリカ選手権に行くことによっておそらく今シーズンは残るんでしょうね、うん、アフリカ選手権が なければ、まあ、逆に引っ張られてしまうかもしれない、うん、はいはい、なければおそらくここで何らかの移籍交渉が進んでいたと思いますけど、うん、はい、アフリカ選手権の間に移籍交渉進めるのはなかなか難しいと思いますので、うん、まあ1月にいなくなるのはサールがいなくなるのはワトフォードにとって痛手ですが、そのアフリカ選手権によって移籍がほぼなくなったって考えると、はい、これは逆にプラス、プラスかもしれないですね。なるほど、はい、そういう捉え方もありますね、うん、確かに彼がシーズン、ね、残り半分いるかいないかっていうのは相当大きいですからね。では続いてはクリスタルパレスかな、はいはい、これはあの基本ビエラ監督が重視している選手が多いですからね、はいはい、ここが、うん、いなくなるのはなかなか大きいですし、うん、今シーズンビエラ監督が今作り変えている最中ですから、はい、それほどまだ選手層が分厚いってわけでもないんでね、うん、この辺が消えるのはちょっと痛いでしょうね、それで完成度の高いウエストハムとか、うん、で何してくるか分からないとか、まあまあ、完成度やっぱりブライトも高いし、うん、はい、それでねやっぱりリバープールと、うん、この対戦相手を見ると、はい、クリスタルパレスはかなりちょっと厳しいかなって気はしますね。そうですね、はい、うん、ザハクヤっていないんですね、はい、そうですね、新人監督で、まあ、さっきのあのビラのジェラードもそうですけど、うん、はい、新人監督にできて1年間、うんうん、そのフル稼働っていうかこういう別の大陸 の,、はい、あの大きな大会があって選手が抜けるっていうのは非常に辛いですね。いろいろ経験がないわけですから、うん、やっぱり全ての戦力を概ね揃えて戦うところにね、はい、うん、このマイナスですからね、なかなかちょっと厳しいと思いますね、はい、そうですね。では続いてはレスターですね。ちょっとね、うん、イヘアナ・チョエンディでいないのかっていうところはね、今あんまりレスター良くないし、うん、特にディフェンスがなんか最近緩いですからね、うん、そこでまあ防波堤エンディディがいなくなるっていうのは、はい、エンディディも今シーズンそれほど良くないですけど、うんうん、なかなか、うん、これは厳しいと思いますね。昨シーズンまでだったら、まあ、ノリッジ、バーンリー、ブライトンだったら3連勝、まあ、リバプールにはちょっとみたいな感じですけど、うん、はい、これ今シーズンなかなかそうも考えられないですからね、うん、はい、あのこの時期に今怪我しているディフェンダーが戻ってこれるかもしれないし、うん、はい、そうなると前の方の選手たちが後ろ髪引かれずにマイボールになったのにぐっと前に出ていけるというような期待は持てますが、序盤戦のパフォーマンスを踏まえなおかつアフリカ選手権でこれだけ抜けると考えると、うーん、ブレンダン・ロジャーズはどういうようなプランで戦うんだ、引いてるだけじゃダメだしなってなりますので、これはちょっとねレスターもそう、あのやっぱ影響は大きいと思いますね。そうなんですね、では続いてアーセナルいきましょうか。アーセナルはね、うん、パーティーいないのか、ね、トマスパーティーが大きいですよね、うん、大きいですね。でオーバミアンは調子がいいんだか悪いんだか分かんないし、ペペは
ちょっと伸び悩み意味がずっと続いてるなって感じですからね、うんうん、まあでも、まあ、パーティーいないのはでかいですけど、はい、まあ、その他3選手を欠いた時のプランみたいなものは、うん、持ってるはずなんですよ、うんうん、アルテタ監督はね、はい、うん、だからここで何か一つプランとして、うん、意外と冨安をアンカーに使ったりとか、はい、そういうようなアイデアが出てきたらそれは面白いと思いますよね。ただやっぱシティ戦とかあとやっぱりねノースロンドンになると人が変わるんで ね、 うん、そうですね、はい、あと油断できないのはやっぱ8日の好調ウルブスですよね、はいはい、ここもねそんなに対戦相手に恵まれたわけじゃないですよね、うん、元旦のシティ戦あたり、元日のあ元日の向こう風には向こうでは言わないね1月1日の日本風に行って、はい、シティ戦あたりでガツンとやられると、はい、うん、ちょっと嫌な感じはするでしょうね、はい、うん、そうですね、うん、このね、バンリー戦も挟んでますけど、かつてのアーセナルはバンリーみたいなチームは苦手だったと思いますけど、はい、うん、はいはい、今後ろ強くなってますから、今までのイメージとは違うかもしれないですね。そうですね、はい、だからむしろ、うん、やはりシティ、それノースロンドンダービー、うん、この辺じゃないですかね、うんうん、まあ、そして梶谷さん、はい、一番今懸念をされているのがこのチームだと思いますけれども、はい、ね、マーティップに関してはカメルーン代表一旦退いているので、はい、このリストに加えるべきではないのかもしれないんです、はい、そうですね、ただいろいろ情報を聞いていると、はい、このアフリカネーションズカップにカメルーン協会がマティプを招聘するんじゃないかって噂が一部に出始めてるので、うん、あえて入れました、リバプールの皆さん、そうですね、すいません間違ってるかもしれないんですけど、はい、だからマティプに関してはずっとカメルーンは呼び続けてますけど、はいはい、本人が拒否してて、はいはいはい、で今回カメルーン開催ですよね、はいはいはい、それで協会とお兄さんがどうもマティプに出てほしいっていうことで、うんうん、まあ、やはり一家として、はい、大事だっていうことで、はい、ただどうも本人は相当不信感をカメルーンの協会に持っているようでどうも拒否するんじゃないかということのようなので多分このリストは外していいと思うんですけど、はい、今野上君おっしゃったようにカメルーン開催とかお兄さんとの関係があるので、うん、ひょっとすると可能性がゼロではなかったので、うん、あえて入れました。そうですね、ちょっと嫌な気持ちにさせてごめんなさいね、うん、リバプールファンの皆さん。ただごめんなさい。そうですね、ただどうなんですか、うん、もし仮にマティップがその招集されたとしても、うん、まあ、今コナテもいるじゃないですか、はいはいはい、まあ、そしてちょっと怪我ですけども戻ってくるかな、ジョー・ゴメスもいるっていうことを考えると、はいはい、うん、まあ、昨シーズンのね、はい、うん、大変な中でもやりくりしてたわけですから、まあそこまで後ろに関してはバックアップがいるのかなって思ったりはするんですよね。それも前かなと、前よね、はい、サラーとまででどれだけのゴールとアシスト稼いでるんだってことですから、はい、彼らの代わりなんて他のクラブにもいないんですよ、うん、要するに世界中どこ見渡してもいないんですよ、うん、だからその2人が果たして、だから対戦のあれにもよりますけど、うん、エジプトとセネガルが決勝まで行っちゃったら2月の途中までいないわけなので、はい、そうですね、でそこで2月、2月9日でしたっけ、アフリカ選手権終わるのは2月6日です、はい、6日で、その後やっぱりその変異株の動きによりますけど隔離とかあるかもしれないじゃない、その後、ね、はい、下手をするとですよ、本当不安視させて申し訳ないですけど2月いっぱい使えないみたいなことも、その可能性もありますね、どっかの国に行って、はいはい、何日間か体を動かして戻ってくるみたいな、で南米の選手が一時期そういう大会ありましたけど、ね、はい、予選がありましたけど、うん、そういうことがあるかもしれないですね、うん、そういうのを踏まえると、うん、やはりリバプールのダメージが一番大きいのかなっていう気はするんですよね。そうですね、はい、だからもちろんその間にね、前の方で選手たちがサラとマネのカバーして、うん、その軸が南野とかになったらもうそれはそれで最高なんですけど、はい、うん、はい、今南野選手はこの配信、我々が収録している段階では公式戦8試合でかな、ね、はい、出場ということになってまして、うん、かなりチームメイトからもコメント、いいコメント来てまして、はいはい、クロップ監督も相当信頼しているということ で、うん、でね、はい、調子も上がってきているということなので、はいはい、まあ、起用されていくと思うんですけど、僕はこの勝谷さん、このよなんですか、ね、4試合とか3試合とか、はいはい、そういうところよりもその後の方が僕ちょっと心配してまして、はい、今調子いいじゃないですか、サラ、はいはいはい、でこういう時ってこういうスピードスターって結構筋肉系をやりかねないなっていうのあるじゃないですかね、過密日程ですよね、うん、結局その国際大会出て緊張、うん、どれも緊張感のある試合ってなってくると、はい、ここで怪我をして例えば1ヶ月2ヶ月の離脱みたいなことになると痛いなって思うんですよ、この何試合かだったら大丈夫なんじゃないかなと思うんですけど、うん、ああ そういう考え方もあるね、そこの捉え方が特にスピードスターと言われる人たちはあるかなっていう、負荷のかかり方がちょっと違うからね、はい、うん、それがね、サラーとマネ2人みたいになってしまったら、うん、それこそ昨シーズン後ろの
怪我で大変なことになってたので そこがちょっとリバプールは不安要素なのかなとは思うんですよね。それに、まあ、エジプトとセネガルのメディカルチームのレベルそんな詳しくないですけど、おそらくリバプールほどのレベルではないと思いますから、はい、あのリバプールに戻ってくれば、はい、あの数日で治るところがね、本当数ヶ月なんてことにもなりかねないじゃないですか、初見を誤ったりしてね、はい、うん、だからその辺の怖さは絶対ありますよね。これはリバプールに限らず全チームなんですけど、そうですね、はい、だからそういう意味も含めてシーズン中にやるもんじゃないんだよ、こういう大会って。本当はそうですね、本当はね、うん、岡田さん来シーズンワールドカップがそこに行きますよ。だからさ何を考えてんだろうな、ね、うん、FIFA ってすげえ団体だよな、うん、そうだからよくね3分の1ぐらい終わろうとしてるのでいろんな方に優勝予想みたいなの、はい、改めて聞かれるときに僕ねあんまりリバプール入れてないんですよ今、やっぱこのアフリカ選手権の影響があるので、はい、うん、で皆さん意外とアフリカ選手権やるのを忘れてらっしゃる方もたくさんいたので、うん、この辺ですよね。クロップ監督やりくりものすごく上手な監督さんですけど、はい、さすがにサラーとマネがいない1ヶ月っていうのは計算してない、うん、計算してないというか計算しようがないと思うんですよね。そうなんですよね。ここがここ、まあ、チェルシー戦、まあ、勝ったらそれはすごいと思います、まあ、勝つだけの力あると思いますけど、はい、この彼のいない彼ら2人がいない1ヶ月とちょっとか 4試合、うん、全部勝ったらすごいよね。そうですね。それでサラーとマネに、うん、コンディションの負荷がなく戻ってくれば、うん、やはり三強の構図は崩れないと思いますね。おそらくどうなんですかね、チェルシー戦は相当交渉して、まあ、少なくともどっちかはいてもらうようにはするんじゃないかなと思うんですけどね。セネガルと交渉するか、それだったら、うん、サラーは結構エジプトでもまさに、うん、まあ、よくねエジプト王って言われますけど、うんうん、ちょっと絶対的な存在じゃないですか、うんうん、だからサラーの、まあ、ある意味そういう主張は国が許してくれるんじゃないかなっていう気はするんですよね、うん、ある意味ちょっと機嫌を損ねたらいけないみたいなところもあるじゃないですか、うん、はい、サラーが断るってことはないよなこの大会は、うん、まあ、それはないと思うんですけど、ね、オリンピックも行きたいって言ってたぐらいですから、そうだもんね、はい、それに関してはね、うん、リバプールのがちょっと出さなかったっていうのもあったので、うん、ちょっとね本人としては納得がいかなかったようですけど、うん、そうかそうかそうだ、じゃあオリンピックがダメだったらこっちは来るわね、うん、両方ダメってわけいかないもんね。そうですね、うん、まあ、頑張ってチェルシー戦のところまで引っ張って、うん、そこからちょっと遅れて合流みたいな感じを提案はしてるとは思うんですけどね、うんうん、ね、そこFIFA がね今回というかこれを機にその辺で FIFA の力っていうのを見せつけようとしてるみたいなので、うん、それ辺がねうまくいくかですよね、うん、じゃあなんでセネガルとどっか OK でうちダメなんだなんて今度は他の国からあれが出かねないからな、そうですね、そうなるとね、アフリカとの交渉難しいですよね、うんうん、ヨーロッパや南米との交渉とはまた別次元になっちゃうので、はいはい、選手の考えとまた国の考えが全然違ったりしますから ね、はいはい、そうね、でそこでまた分裂して、うん、じゃあ行かないみたいになってきたりとかね、うんうんうん、しますからね、うん、途中飛行機は乗ったはずなのに来てないとか、ね、よく日本とのねゲームとかでも、うんうん、あれ何人も来てませんみたいなのありますからね、うん、あったあったね、うん、当初の予定とボーナスの額がゼロが2つ違うとか平気であるみたいなね、うんうんうん、なかなかだよね、ここはね難しいところでありますけどね、うんうん、この確かにこう12月からずっとこの過密日程でさらにアフリカネーションズカップ入ってきて、チェルシーの場合はその後2月に開催決まりましたけども、クラブワールドカップもあるんですよ。そうだね、まあね行ってすぐ帰ってくるっていう形、うんうん、ね、日本に来るよりは近いんでというのはあるかもしれないですけど、うん、UAE なんで、とはいえまたそれをどこに後ろね持っていくかでまた日程が過密になってきますし、そ、ね、うん、だその日程の妙というか、かなりイングランドのクラブは日程にどうしても左右されるのはありますよね。左右されますよ、だって他の、強い国だってチャンピオンズリーグとかがビッグマッチになれば平気でその前ちょっと前のぐらいのとか後の、うん、国内リーグ戦ずらすじゃない、はい、うん、で金曜日開催だったりしますから ね、 ね、うん、その後、ね、ミッドウィークにある時は、うん、やんないもん絶対に、ね、まあ、テレビ局の放映権料がすごい高いので、うんうん、なんかベンさんが言ってたんですけど、アメリカの NBC かなとの契約がまたすごい額で、そうしいね、コロナ禍で決まったので、うんうんうん、で周りがちょっとプレミアどういうことだっていう、うん、このコロナ禍なのになんでアメリカはこんな額でみたいな、うん、となるとやっぱそういう影響力がまた強まってくるので、ね、うん、やっぱテレビのに合わせてということになってくるので、あれ NBC やっぱり高い額で取ってどっか売るみたいだね、やっぱね、あ、うん、そう、あ、そうなんですか、うん、あ、なるほど、うん、あ、そのサブライセンス的な、そう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 、はい、うん、
でもそれだけ人気があるんでしょ。あるっていうね、やっぱアメリカはもともとスポーツのその何て言うんですか、人気の土壌はあるところにっていうことですからね。これがまあ2月3月経過したところぐらいで、だいたいいろんなものが見えるかもしれないですね。そうですね、うん、それからにしますか。いや、また予想のやり直しは、はいはいはい、そうですね、はいはい、あ、星さんちょっと少ない感じじゃないですか。少なくいけるんじゃないですか。そうね、うん、もっと頻繁にやる可能性がみたいなところあります、うん、あんまりあれでしたもんね、その想定外みたいな感じでは習って、な、ね、上の方がここで、うん、スルシャルだって脳性クビになると思ってたから、うん、はい、うん、そうですね、うん、ちょっと、まあ、順当な感じの状況になってきているので、これはこれでね、このままいったら面白くないというところありますから ね、どこがこれから巻き返してくるか、うん、ラングニックになって、ね、マンチェスターユナイテッドとか、うん、アーセナルもね、あれだけちょっと良くなかったって当初言われてながら上がってきましたからね、うん、だってトビアス加入後公式戦が7勝、うん、2分け1敗かなんかでしょ、うん、1分け2敗なんかそんな感じでしょ、うんうん、だからやっぱり彼入って大きく変わったし、うんうん、なんだろう、一人一人がなんか自信を持ててきたっていうのかな、はい、あとはアルテタ監督のやりたいフットボールに適した選手が揃ってきたっていうところだと思うので、はい、うん、はい、あの当初の予想より悪くはないですよ、はい、うん、でもね、やっぱり上3つは強い。いや、確かに強いですね、うん、いや、試合見ててもあのちょうどこ の収録の前に、うん、あの朝方、うん、エバートンとリバプール実況してきましたけど、うん、やっぱ強いですよ。強いでしょ、うん、強い。だから僕は その前だけど、シティウエストハム戦を解説しましたけど、あの雪の中でなんでボールコントロールが乱れないあんな積もってたね、うん、前半っていう感じですよね、うん、あれはちょっとさ、うん、すごいよ、やっぱりすごいですよね、うん、やっぱすごいんですよ、うん、何気なくやってるんで、普通に我々見ちゃいますけど、うん、いや、すごいことをやってるんですよね、まあ、本当にすごいことやってるんですよ、うん、だから、うん、だからチェルシー含めね、コンディションさえ整って苦渋にもよりますけど、うんうん、僕チャンピオンズリーグベスト4のうち3つ行っても不思議じゃないと思ってるので、あ、はい、うん、あれ3つ、あれ4つ、ユナイテッドは、はっ、ていけるわけない。いや、でもラングニックに変わって、じゃあ4ついくか、でも分からないですよ、だいたいチェルシーもよくあるあるなんですけど、うん、チャンピオンズリーグ上に上がるときっていうのはちょっと順位が低いんですよ、うん、はい、あ、そうなの、あ、そっか、うん、そうだね、優勝したときしっかりですし、はい、うん、まあ、昨シーズンもちょっとギリギリみたいなところ、うん、いや、でもまあ今の話は序盤戦を踏まえての話だから、やっぱり上3つだよね、うん、言えない点でもまだまだ、もう変わったらそれは面白いけど、うん、大変なことになりますよ、うん、そしたら、うん、まあ、なので、まあこれからちょっと日程も皆さん、気をつけながら、いろんな、ね、大会がまた入ってきますので、だから見逃しちゃう試合が出てくるかもしれないのよこれがね、うん、そうですね、またね、FA カップも始まりますし、そうですね、これはまた皆さんうまくカレンダーとにらめっこしながら、はい、ね、はい、スケジュールを、はいはい、確保しながら、ね、年末年始ですから、はい、美味しいお酒飲みながらプレミアリーグと野村君の実況と私の拙い解説と原稿を楽しんでいただければと思います、はい、そうですね、あ、どうですか、その原稿ですけれども、いや、もうあの この今日のテーマに関しては書きますよ、やっぱり、うん、だからもう結構あれですよね、確か僕あの、ラングニック と、ライオラのね、はいはいはい、とか、ラングニック、ラングニックと、はい、ラングニックとか、はい、あのスルシャルの監督交代みたいなところは、あそこは割と頻繁にっていうか、続けて、あの書いてもらえませんかっていうのが来たので、それで続けましたけど、はい、この過密日程になってくると、何をテーマにするか難しいんですけど、ね、はい、だから、まあ、僕の SNS でも、こちらの、コーナーでも何でもいいんですけど、はい、なんかこんなテーマ書いてほしいとか喋、うん、ってほしいとかね、あれば、はい、リクエストに答えたいときは答えます。僕の方ですけれども、あの先ほどね、内田さんのラングニックの話ってありましたけど、はい、ちょうどラングニックについて、うん、内田さんが、かつて、ね、一緒にやってるので、そんな話をしているフットボールタイム配信中ですし、また、日程の話をですね、うん、あのプレミアリーグフリークスの方でもしていますので、うん、はい、こちらの方もまた、ベンさんまた、うん、角度が違うかもしれませんので、まあ、そのあたりも配信中ですのでご覧いただけたらと思います。興味になるのよ、この辺も興味を持つのよ、この日程に関しては、うん、そうですね、うん、はい、あとあれだ、今ちょうどもう皆さんここまでご覧になってるともう試合始まっちゃってると思うんですけど、はいはい、チェルシーとウェストハムのゲームを僕が実況するんですが、はい、解説が岩政大樹さんなんですよ、はい、あ、本当、はい、プレミアは珍しいんじゃないかなと思うので、でも12月とかそういうふうに試合が多いと、はい、ね、たまに、はい、そういうふうになりますよね、はいはい、なので、ね、また、そういう視点をお持ちの方なので、ぜひこのあたりもご覧いただけたらというふうに思っております。
今日はこんなところでよろしいでしょうか。う、ね、はい、またあの来週と言いましょうか、我々日本撮りでこの後来るんですけど、はい、ちょっとある企画をご用意しておりますので、肩の凝らない、はい、毎回肩凝ってないけどな真面目なネタでも肩凝らないと砕けていくんだよ楽しく、まあはい、ちょうど年末でゆっくり家 で、ね、はい、うん、お酒飲みながらご覧いただいたらいいような企画かもしれませんの で、はいはい、ぜひご覧いただけたらというふうに思います。誰かがゲストで来るかな、っていう、はい、あまり加瀬さんハードル上げないです。そうですね、はいはい、来ないよそれも言っちゃうともったいないですけど、はい、来るかもよわからないですということで、はい、じゃあ今週はこの辺りでよろしいですか。です、ね、はいはい、今週も加瀬秀樹さんとお届けしました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。それではまた来週です。さよなら。